さんこんにちは。今日は石岡市の旧八郷町で行われている今年で第20回目を迎える八郷クラフトフェアにやってきました。当日は雲一つない青空、紅葉もちょうど見ごろを迎え、周りの山々が色づいています。クラフトフェアの会場はなんとハンググライダーの着陸場、イタジキさんからテイクオフ。この広い大空へ飛び立ちます。クラフトフェアの会場はここです。3日間開催されるクラフトフェアでは、土日にハンググライダー大会も開催され、今日も飛んでる方がいました。ふんわりふんわり着陸、うー楽しそう。こんなに素敵な自然環境で開催されています。いろいろな作家さんがいろんな商品を展示販売しているということなので、早速行ってみましょう。こんにちは。どうぞご覧になってください。これは子供のおもちゃですか？そうですね、木の塊から一個一個丁寧に削り出して作ってます。あ、そうなんですか。はい、あ、確かになんかあの糊でつけたような跡がないですね。全部一体なんです。こういうのもね、できる限り一体で作ってます。それはどうしてこの一体に作ろうと思います？やっぱりよそだといろいろ貼り合わせてね、パーツごとに作ってやってるけど、うちはまあちょっと頑張ってね、よそにはないものを、まあ出来上がるものは似たようなものができるんですけど、まあ職人の心意気というか、かっこいいですね。ちょっと頑張ってやろうかっていう風な感じでやってますね。あ、でもいい音しますね。やっぱりなんかこう木の音と言いますか。どちらからいらしてるんですか？今日は日立からです。僕は、はい、もう何回か出店？いや、今年初めてなんですよ、ここは。あ、そうなんですね。出店しようって思ったきっかけとかはあるんですか？まあもちろん去年からこういう木工をやり始めて、いろいろ調べていく中で、ここを知ったのは去年終わった後だったんですね。それで、あ、こういうとこあるんだっていうので、あと知り合いも陶芸の方で知り合いが出してたりしたんで、そういうのもあってここに出してみました。なるほど。なんかお客様の反応とかはどうですか？まあピアスとかはね、若い方も買っていただけますし、おもちゃなんかは結構年配の方がね、孫にっていう形で買われてる方多いですね。子供ができたらちょっとこういうおもちゃで遊んでもらいたいなって思いますね。ねえ、肌触りがすごく滑らかで気持ちいい。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今ほうきを作ってるんですか？そうです。びっくりした。これみんな手作業で？手作業ですね。あ、そうなんですか。もう長いんですか？え、62年ぐらいなんです。62年。62年。あらららら、すごいですね。なんかこうパネルを見るとすごい、種を撒くところから作ってらっしゃるんですか？そうです。ここにあるよね。はい。種を撒くときから栽培しています。あ、そうなんですか。それで私はこの今の時代はただじゃなく、このフローリングの時代だからね、部屋が、はい、だからもう大きな草を我が鳥の草で取っています。収穫しています。柔らかいよ、若鳥の草。はあ、柔らかいとフローリング履くときに、そう、傷つかないです。弾力性があってね、柔らかいから、
ってて。なるほど、ね、ちょっと現代に合わせたほうきのスタイル。そうですね、今はパソコンがどこでも普及して、ね、してるので、はい、あのキーボードつなぎ、あのボタンとか、はい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 、あそこへホコリがたまるので、はい、あそこを掃除するのに使うって求めているお客さんが多いですね。あ、なるほど、この丸いやつは確かにそうですね、あのしっかりしなる、やすごい手触りが優しいんですけど、芯がしっかりしてますね。そうですね、こう変な癖がつかなそうな、いい硬さになってますね。ちょっと手見せてもらってもいいですか。あ、綺麗な手してらっしゃいますね。そうでもないよ。いや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 、この手だもん。綺麗ですよ。グローブのような手です、ね、グローブのような安心感のある手ですね。職人さんが一つ一つ手で作るほうきは、使う人を思った優しさとぬくもりがありますね。こちらは有機野菜を販売している飯田農園さん。八郷は美味しい野菜もたくさん採れます。泥付きなのがいいね。今里芋とっても美味しい時期です。滑らかな食感で、泥を落としてもらって、茹でるんじゃなくてこうふかしてもらってもすごく美味しくて、かつらむき絹担ぎってね言って、つるっとこう食べるのもすごくおすすめです。ぜひ。お昼も近くなってフードコートにも人が集まってきました。こちらの JA 八郷さんにお話を伺いました。で、私はこのパンフレットに載っているように、シャモを生産しております。で、一応会長やっております柳中と申します。普通の鶏と違って歯ごたえが、ちょっとね違いますね。あとこれからのシーズンだと鍋ですか、 JA 八郷の方にお電話してくれれば、これから鍋セットっていうのを発売しておりますので、ぜひ、お電話一報お待ちしております。八郷さんの冬柿、甘くて美味しいです。皇室の献上柿で有名な場所でございます。どうぞよろしくお願いします。八郷グルメをたくさん集めました。いただきます。あ、大きい。つくばのシャモ。いただきます。うん、歯ごたえがあって美味しいですね。すごい身が締まってる感じがします。それでは2013八郷クラフトフェアの実行委員長海野勇さんにお話をお伺いします。皆さんよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。もう今年で20周年ですか。はい、そうですね。ちょっと遡っていただいて、はい、始めた当初はどういったお気持ちでこのクラフトフェア始めようと思ったんですか。はい、そうですね、やっぱり20年前っていうとちょうど、まあ、ここは地元なんですけど、生まれ育ちの神社の奉納相撲とかね、お祭りがだんだんこう衰退っていうか、小さくなって大人の相撲があったんですね。奉納その前座的な形で子供相撲をやってたんですけど、ずっとこう、ね、人数が少なくて10人程度しか参加しなくなってたんですね。でそれを間接的にどうにかこう支援とか、なんか村の祭りをもっとこう華やかに、できないものかということを考えて、自分ができることは何か、そうするとものづくりなので、ものづくりの人に話しかけ、そういうのを集まってもらって、まあ、年に1回伸ばす、それと
部落の祭りと、私らが始まる10年前、30年前からやってた、ハンググライダーの大会があるんですね。それを、まあ、明日なんですけど、今日の大会をやります。その三民体、地元とハングとものづくり。この三民体でやったら、お祭りももっとこう、人が来るようになるんじゃないかなと思ったのがいいかもしれないですね。どうでしょう、この20年前と、はい、20年経って今年に、八郷のこう人といいますか、はい、どのように変わってきましたか？もうなんか感じるのは、もうやってて当たり前みたいな感じでこう地元の人が歩いてきている感じしますね。結構今日来させていただいて、はい、都内から八郷にこう移住してきましたというお話も聞いたんですけど、多いんですよ。こういうクラフトとはまた別で、農業、有機農業、特に有機農業をやりたいっていう若者がすごく多いんですね。有機農業をどうにか自分でやりたいっていう人、あるいは、会社を終わって、自分の家庭菜園の田舎版でもうちょっと大きめにやりたいという人たちがどんどん入ってきて、そういう路上ですね。八郷の好きなところを。そうですね、好きなところ。今でもそうなんですけど、八郷生まれ育ちだと、若い人は大体外に行っちゃう人が多い。まあ自分ももちろん、その頃は、ああ、やだ、こんなところというね。都会で行って、外界を稼いで、で、田舎に帰ってくるかと思ってたんですけども、でもやっぱり、年いくと余計この落ち着いた空間っていうのが、さっき言ったように風とか本当に匂いとか、そういうのもまでやっぱりいいですね。茨城県人の気質みたいなのに共通するとかありますけど、まあ、田舎の人たちの付き合いなんかもそれに準じていいところがたくさんありますね。まあ今年20回っていうことで、この同じ場所で21回目ができるか、あるいはこの近くで広い空間で、時期なんかも変わるか、それはちょっと分かんないんですけども、まあ、八郷クラフトフェアをして、ブログかなんかでね、引いていただければ、まあ、新しい作家さんにもどんどん参加申し込みしていただきたいなと思いますね。近年やはり少しずつ参加者が増えてきたので、必ず参加できるってことは限らないんですけど、まあ来年希望される方がいたら、やっぱり自分の作品の写真とかを用意していただいて、どういうところかなっていうのはブログで見ながら申し込んでいただけたらありがたいですね。なんか美術館に来てるみたいな気分に。そうですね、そういう露天の美術展ということでいいと思うんですね。そういうここには、まあ私なんかそうなんですけど、ほとんどこういうのに参加する前は、ギャラリーで、展示会っていうのを基本的にやってましたし、まさにここは野外の芸術作品、自分の作品の発表の場です。すごい開放的な美術館に来たような気持ちになります。あとはそうですね、あとは来ていただいたお客さんに何かいいものとのこう一期一会であって、そこで交渉して、ちょっとぐらい負けてくれるかとか分かんないですけど、まあ買っていただきたいですね、それが作家の生活の支えにつながります。そうですね、なんかこう歩いてる時にこう2人連れで来てた女性の方が、お互いこう買ったものを見せ合いっこしていて、 あ、それいいわね、どこで買ったのとかっていう話をさっきちょっと聞いたもので、そういうこう楽しみ方も、ね、水戸筑波あたりから40、50分のエリアですので、ぜひ足運んでいただきたいですね。来年も楽しみにしています。ありがとうございます。今日どうでしたか、見てみて。今日天気も良かったので、すごく楽しめました。柿はどこで買ったんですか？柿はあちらのお店でたくさんおまけしていただいて。あ、そうなんですね。もう入りきらないので抱えてるんです。であと素敵な米袋を、はい、米袋でバッグを作ってる方がいて、はい、それ見て
作りたくなったので、そこのおじさんに米袋もいただいたんです。あ、じゃあこれからこの米袋を使ってご自分で作ろうと、はい、バッグを作ろうと思って。だからここに来るとすごくたくさんアイデアいただけるので、毎年楽しみにしてます。あ、なるほど。作家さんの個性がすごく素敵なので、今回仲間と一緒にこんな素敵な天気の中撮れて幸せです。たくさんの作品と出会えた第20回やさとクラフトフェア。実際に作っている作家さんとお話しできるのもこういったイベントの魅力ですね。やさとクラフトフェアについて詳しくはオフィシャルブログをご覧ください。